アドバンテージあるね、こういう意味では、公式戦の開幕戦の前にこういうシチュエーションでこの環境でやっぱり取り入れてくるってめちゃくちゃプラスなんだけど、開幕戦の前のシチュエーションのゲームっていうような位置づけにしてやるのやめ、もう今日から完全に全開で公式戦の前に自分としてどんどん持ってきて、それにやっぱりモールスカップのテンション全員が高くなるとか必要だし、ヒリヒリさせるような空気を自分たちで作ると思う。それで最後戻ってきてゲームに出るときにボルテージマックスで全員できる。高いの見てね、はい、それでは、目を合い合ってほしょう。Thank you.
横をかじここにいるのなんかすごく大事になる、まあ、それはもう間違いない。でも俺たちまだまだ成長しなきゃいけないよねっていうような、あのすごい喜ぶのはあのバスでクラブハウス着くまでにして、そこから切り替えて、もう山形に向けてみんなが進んでいくと、それはお願いします。じゃあ始めます。